これ今から17、8年ぐらい前の話なんですけど、あの家に電話がかかってきて、はい、で、なんかな思って家電ピッて取ったら、うん、受話器の向こうから、うん、お前かこらって言われたんですよ。何やねんって初め意味が全く分からへんけどね。言うたら、まあ、17、8年前で仕事もないし、うん、お金もないから、まあ、金融屋さんからお金借りてたりして、うん、で今で言うあの個人情報が流出みたいな感じだったんですかね、うん、どっかから僕がそこでお金借りてるっていうのが出てしまって、うん、それをあの手に入れた人が今で言う振り込み詐欺みたいな、あのお前の、うん、取り立て俺になったから、うん、俺の今から言う口座に何ぼでもええから振り込めっていう電話やったんですよ。なるほど。で、え、何のことと思ったんですけど、うん、お前金借りてんだろこらって来たんですよ、うん、で、あ、借りてますけど、今日からな俺が取り立てることになったぞこらって言うんですよ、うん、で、なんか知らんけどかましてくるんですけど、うん、癖かなんか知らんけど絶対語尾はこらってなるんですよ、うん、で、あ、そうですかみたいな、もうえらい鬱陶しい電話やな思って、お前さ、ほんと今から言う口座にね、振り込めよ、こらって言うから、うん、いや、お金ないですし、うん、お前金ないんだったら、お前の財産差し押さえだ、こらって言われた、うん、いや、もう差し押さえ言われても、俺別に何にもないし、うん、汚い単車しかないですけど、うん、お前ほんとなめてんの、こらって言われて、うん、いや、むっちゃ喋ってくるんですけど、うん、絶対こらなんで、うん、もっとしいな思ったけど、うん、こいつがマックスでテンション上がった時に切ったろう思って、うん、でずっと、はいはいって聞いてて、お前ほんとなめてんのか、こらって言うから、いや、なめてないですし、何笑ってんだこら、俺はお前なんて言われてるか知ってんのかこら、俺はな、ピッて切ったったんですよ。なんだろ、5秒もせんうちに電話かかってきて、ピッて取ったら向こうからこらこらこらって言われた。ハッチさんって、ハッチさんって切って終わったんだよ。結局なんて呼ばれてたかわからんけど、わからんままそのもやもやはあったんですよ。もうそれ聞くのあと何回コラ聞かなあかんねん。まさかコラコラコラって呼ばれてたわけはない。浅草の漫才協会っていうところに所属してるんですけど、で、漫才協会に、やっちゃん、じゅんちゃん師匠っていう、あの、70歳を超えた大ベテランのコンビがいらっしゃるんですよ。やっちゃん、じゅんちゃん師匠。はい、とってもいい優しい師匠なんですけど、で、ある日、自宅に漫才協会からお知らせが届きまして、で、封筒の表に赤い文字で、重要って書いてあったんですよ。なんだこれはと思って、中見たら、やっちゃん、じゅんちゃんが解散しましたって書いてあって、これはもう浅草明日からどえらいことになるぞと、で、僕らこう思うわけじゃないですか。で、やっぱり70歳を超えてるんで、やっぱりご高齢なんで、健康面とか、体力的な問題で、解散するのかなって思ったら、そうじゃなくて、笑いの方向性が違うってことで、解散した。ここへ来て。数年前なんですけど、はい、皆さんどうですか、そやねんとかね、はい、こういうのよく、うん、大阪弁ですけどね、はい、まあ、こっちの人はそうだよみたいな、はい、そやねんとか軽くまあ言うじゃないですか、はい、大体すごく重くそやねんって言ったことってなかなかないんです。ああ、そうですね、あるんですね。僕はもう過去にこの時だけはそれを言ってしまったんですけど、はい、数年前にまあちょっとまあ当時付き合ってた彼女と、はい、まあ都内をこう、まあドライブでもないんですけど、まあ運転してまして、はい、でその彼女がちょっとコンビニ行きたいっていうんで、はい、ああ、じゃあ行こうか。で、コンビニの前に僕車止めまして、はい、で、まあ彼女が行くから、まあ一緒に行くこともないんで、僕はまあ車で待ってるわ、はい、っていうことでまあ待ってたんですけど、はい、まあ正直あんまりかっこいい話じゃないんですけど、まあどうしてもやっぱこう、女癖が当時やっぱりまあ、携帯基本的に、まあ、マナーモードにしてるんですっていうのは、まあ、彼女といる時にかかってくるとややこしいので、まあ、マナーモードしてるんですけども、まあ、彼女がトイレ行ったりコンビニ行くとやっぱりどうしてもちょっと確認をどういうことばかりです、まあ、どういうことばかりこうパッと言うんですよ。マネージャーからちょっと着信があって、うで、もうオフにマネージャーから電話の時点で、はい、もうバックバックしてるんですよ。これ何や、おかしいぞ、おかしいぞ、はい、で、まあ、まだコンビニから帰ってくる感じもないので、はい、ちょっと、もしもし、はい、何って言うたら、はい、まあまあ、ある雑誌から連絡がありまして、はい、女性と二人でいるとこう写真撮られてます。誰やってなったんですよ。っていうのがあるんです。いつや、いつやっていう。先々週の木曜日です。先々週の木曜日、わからん、誰や、誰やってなるんで
くと、もう変な汗も出てくる。ほなもうコンビニからもう彼女がもういそいそと出てくるんですよ。うわどうしようどうしよう、誰や誰や、まもう分かった、後で電話するってパッと切って、はい、とにかくうわどうしよう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 、うわーって思って、もう一歩一歩近づいてくるんです、ブラカンと思って、はい、謝ろうと思って、はい、とにかく謝るしかないと思って、はい、で彼女がバタンって戻ってきた時に、はい、すまんと写真撮られたって言ったんですよ。先々週の木曜日写真撮られた。あ、私といた時だね。そうやね。このそやねんは重かったです。前の話なんですけど、僕らあの天然素材ってやってて、僕らで番組やってたんですよ、でその時になんかずっとあのスタジオとかじゃなくてロケやったんですね、でロケでなんか内容忘れましたけど、あの猿山の中にあのルパン三世らが行くみたいなコントやったんですよ、でルパン三世がまあヘビイチゴの高橋っていうやつがルパン三世になってて、で僕が多分五右衛門やったんですよ、で、次元が、フジモンやったんですよ、であとちょっと忘れたんですけど、でそこでこう猿山の中に入って、なんかコントするんですよ、で後ろの猿とかとなんかこうバーっていうのが面白いんちゃうかみたいな、多分あれやったと思うんですけど、ほんで猿山行ったらやっぱりもう自分らの縄張りがありますから、クーッなっとるんですよ。言うて、もうブワーッなってる、やばいな言うて、でもまあ取ろう言うて、で取り出したんですよ、で取り出して忘れましたけど、一発目に噛まれたんがあの赤のジャケットのヘビイチゴの高橋が噛まれた、まあこんなんもやってますから、噛まれた、その猿にガーッ噛まれたんですよ、イタタタタタタ言うて、噛まれた噛まれた中止やん言うて、ほんならその飼育員みたいな人が一人入ってて、やめろ京子言うて、京子ちゃんって言うから、おいメスやったんですよ、猿の京子ちゃん、京子やめろ言うたら、なんかその京子は怒られると向かってきるんですよこっちに、ほんでなんかファッカみたいなファッカ言うて、なんか何回もやって、ほんでバーッ行きよるんですよ、ほんならその猿山に一緒に鹿も飼ったんですよ、ほんなら、キョコって怒られたら、その鹿のとこにバーッ走っていって、鹿のお尻の毛を、ミリッ取り寄るんですよ。なんでなんで鹿のとこにバーッ行って、ミリッ取り寄るんですよ。で、取れるんや、おいで。鹿も、ミリッ取られるんですよ。で、取られたら、なんか、ゾワってして終わるんですよ、鹿は。もっと明確な表現ないんだ。ゾワッとしては曖昧な表現やな、ほんでミリッとってからまたブワー行って、なんか向こうのジャングルジムみたいなところにシャンシャンシャンってやって、また僕らの前にパーッ来てパーッて言うんですよ、怖いな、今日怖い怖い、ほんでまあまあ落ち着こう言うて、で静かにしよう言うて、一回静かにしてちょっと収まってきて、よし取ろうか言うて、で取り出したんですよ、ほんで次は音声さんかなんかが「いたれ!」ってなって、まだ京子にやられたんですよ、ほんでその飼育員が「やめなさい京子!」言うたら、また京子うわー下のとこ走っていって「ミリッ!」ってやられたんですよ、ほんでまたシャンシャンシャン言うて、また僕らの前で「ファー!」言うんだよ、もう何やねんこいつみたいなって、何やねんやな、でよう見たら鹿はもう毎度毎度、もう知られてんのかなんか知らんけど、もう毛がハゲてて、ちょっと血とか出てたんですよ、ほんでこれやばいな言ってて、かわいそうやなって言って、ほなもうなんか騒然となってきて猿やらが、でどうしようかって言ってたら、またなんかうわーってまたその鹿のとこ行ってミリミリやるようですよ、ほなほんでドゥーッて、ほんでフジモンが「やめろ京子!」言うて、かわいそうやないかって言うたら、また向こうからシャンシャンシャンって言ってフジモンのとこに来て、で次元やからひげつけてるじゃないですか、そのヒゲをミリッやったら思ったんですかね、顔にブワッブワッブワッ、でヒゲやったらつけヒゲやったんでスポーッ取れたんですよ、簡単にね、これがスポーッ取れたんですよ、ほんなら京子はもうやっぱミリッがやっぱり
なんかストレス発散なのかなんか分からないですけど、全然手応えなかったから、もうなんかおかしなって、なんかこんなになってたんですよ。そういう話。なんかそんな気はしたけど。これタイトル何なんですか。ゾワ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 。あの僕あの映画版ドラえもんのゲスト声優でこの間呼んでいただいて、はい、劇場版アニメの、はい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 、あれ毎回ゲスト声優であの芸能人の方とか呼んでるんですけど、今回マヤミキさん、ぬくみず陽一さん、でさかなクンで僕っていうのはゲストで呼んでいただいて、今回のは簡単に言うと海の物語で、人魚族と魚人族、まあ、半魚人ですね、これの戦いみたいな、まあ、人魚族がいいものでドラえもんたちが応援するみたいな、で魚人族半魚人がこの悪者で海をむちゃくちゃにしてしまうみたいな、僕だけあのゲストの中でこう魚人族の悪役トラギス司令官っていうすっごい悪い役で呼んでいただいたんですけども、これあのアニメのアフレコ現場って結構あの経験した方何人もおられると思うんですけど、結構すごくてマイクを4本ぐらい立ててそこで台本持って入れ替わり立ち替わり声優さんがこう交代でこう喋っていくというすごい結構緊張感ある現場なんですけども、あのさかなクンが結構すごくて、まあ、さかなクンはあのぬくみずさん演じるメジーナ博士の助手、博士の助手という役だったんですけど、でさかなクンの一発目のセリフがですね、博士大変ですっていうとこう緊急事態を告げに来るんで、でマイク言って博士大変ですっていう役なんですけども、その順番だったらさかなクンがですね、博士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 言い出して、呆然と違うぞ、監督がちょっとすいませんストップですみたいな、さかなクン、あのここはですね、あの博士大変ですで一言お願いします、一言です、大変、申し訳ございませんちょっと余裕あるね入れました、もう一度いきましょう、そのシーンちょっと手前からいきましょう、パッて読み出て、ほんでまたさかなクンの出番だったら、博士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 大変でございます、さかなクンちょっとストップしましょう、さかなクンアニメは一応映画先決まってるのでそこに尺を合わせて行かなきゃならないで、ちょっとあのそういうシーンじゃないんで、ここは一言、博士大変ですお願いします、申し訳ございません、ちょっと待っていきましょう、博士博士博士監督がもうええわって言ったんですよ、こんなすごいさかなクンやったんですけども、いやこれやっぱさかなクン面白いなと思って、ずっと合間一緒におろうと思って、ちょっといろんなとこ見れるかもしれない、知りたいな、さかなクンのこと、さかなクンの生態を知ろうと思いました、で横にいてさかなクンって、あと魚に詳しいだけじゃなくて魚料理もすごい好きなんです、で全国の魚料理詳しくて、僕もたまたま大阪で深海魚を食べさせてくれる店行ったことあって、その話をちょっとさかなクンにしたんです、深海魚ね、いっぱい食べさせてくれる店あんの、魚が大阪にいたら、すごいですねって言ったんですよ、あれさかなクン、そこすっごいですねって言わへんのさかなクンって言って、ちょっと意地悪したら、ギャーって言って部屋飛び出してあんまり言うたらなんだった追い込んだら今後もちょっと注目していこうかな、もうさかなクン目離せないね、はい、僕吉本新喜劇というのを今やらせていただいてるんですけども、まあ新喜劇やるようになっておじさまおばさまに声をかけられることが多くなったんですね、ほんであの道歩いてたらやっぱり小籔さんのところの娘さんっていうのはやっぱり芸人さんの娘さんやから面白いんちゃいますみたいなのも何回も言われるんですけど、まあ、よう考えてくれと、魔法なんですよそのおっちゃんおばちゃんとかは芸人さんの娘さんやから面白いですよねってよう言うたなって言い合いやろそら死んでおもろいわけないやん、まあ、ね、まあね、言えば、まあ、そのやっぱり板の上立っていろいろ頑張って努力して面白くなってる皆さん、方々ですよ、まあ才能ももちろんあるでしょうけど、そんな生まれたての前、その時4歳ぐらいだったんですけど、4歳の娘がおもろいわけないでしょう、よう考えてください、一郎の子供なんで4歳の時から200本安打打てるんですかと僕いつもずっと言ってるんですよ、まあやっぱ家でもですね4歳の娘ずっと見てたらなんか、まあ小島よしおは僕大変好きなんですけども、そんなの関係ねとか言うんです、やっぱテレビの真似して小島よしおとか好きやから言うんですけど、
まあ僕は芸人は一応プロじゃないですか、そんなの関係ね言われても、まあ、全く笑うこともないですしそうそう好き嫌いじゃなくてね、その個人アクションにやられたら笑いますよ。ただもう真似てパクったやつをこう普通に飯食ってた時にパーできるの立ち上がってそんなの関係ねえ言われてもはぁって言うたんですよでおもろいと思わないから全く面白くないほんであれ見たらグー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 どうやみたいなドヤ顔してくるんですけどはぁっていつも言うんですよ娘で一回も笑ったことないですでおもろないんですよ、まあ、これをまずこのゴールデンで言いたいというまずはそれが痛かったこの先おもろなるかもわからないですけど4歳の娘に僕が笑かされることなんか全くないとしかもグーグーとかこうとかフーとかそんなんばっかり言ってるわけですからしかも入れ方も0点なんですよ。それがものすごいええタイミングでパッと入れられたら僕笑うことあるかもわかりますけども、その平素何も関係ない時にもうそんなの関係ねみたいなこと言うと、おもろいわけないやんけで僕一回も笑ったことなかったんですけども一回笑かされたことがあって、あの僕まあいつも寝てるんですけどうちの娘ちょっと甘えたで、あの嫁はんに、あのちょっとまあまあ、あのトイレ行きたいから お尻拭いてみたいな、うんち行きたいからお尻拭いてついてきてってよう言うてるんですよね。である時6時半ぐらいに娘がむくっと起き上がってまあまあうんち行きたいからトイレついてきて言うてるんですよ。で僕もパッと横で目覚めてあなんか言うとるなと、嫁はんはもうお姉ちゃんやねんから行けるやろ一人で行きみたいに言うてるんですよ。もういやいやいやついてきてお尻拭いてほしいみたいな、もう行けるやろもう自分一人で幼稚園とか行ってんねんから行きや、まあついてきてついてきてみたいな公募がちょっと10分ぐらいあって、ほんならもう諦めてとことことこでトイレ行きよったんですよ。ほんだらあ、まあ、自分で行きよったんかなと思って僕また寝てたら10分ぐらいしたらですかね、向こうの方からまあまあうんち出たよお尻拭いてってめっちゃでかい声で聞こえるんですよ。でも嫁はんは寝たふりして無視してるんですよ。だからもう娘は聞こえてへん思って大きい声でまあまあうんち出たよお尻拭いてまあまあ出たよお尻拭いてうんち出たまあまあうんち出たお尻拭いてうんち出たよあると思いますって言ったんですよその時入れ方もまあお前寝てたんですけどちょっと目覚めました初めて笑かされたそれからそれまで言ったおっさんおばはんが言ってたことはあながち間違ってないかもわからないですよ割と最近なんですけど、はい、うちのあの母親がね、はい、もうあの母親言ってももう80歳、はい、80もう完全におばあちゃんなんですけど、はい、このおばあちゃんがねなんでか知らんけどあのショートメールだけはできるんですよ、はい、でちょこちょこショートメールをね、はい、送ってくるんです、はい、ただそのやっぱ言うてもおばあちゃんなんでなんかあのカタカナと漢字の変換があんまできてなくて、うん、あと点と丸の付け方もあんま分かってないから、はい、もうほとんどひらがなの羅列なんで、はい、うわちょっと読みにくいなっていうのはこの間もその姉ちゃんや兄貴と集まった時もおかんのちょうどメールは読みにくいっていう話はなってたんですよ。そうこうしてるうちにちょっと前になんか親父が体調を壊してで入院をちょっとしばらくしててでそれまあまあ一応それはまあ親父ももう80なんでねもうまあ入院もするか言うてでおかんがその見舞いにまあ行きたいんやけどもっていう話になっててなまあまあ一人で行かすのもあれやからうちの姉ちゃんがねあもう行くやったら私も一緒に行こうって言うてたん、うん、姉ちゃんも意外と忙しくて、うん、あのあんまこう時間がスケジュールが合わなかったんですよ、うん、でもおかんがもういつでも立ってもいらねえようになってもう姉ちゃんに黙って行きよったんですよ見舞いに、うん、それ行ったことをちゃんと姉ちゃんには報告しとかなあかんと思ったんでしょう、うんうん、それをまたショートメールで例の、はい、してきたんですよ、はい、姉ちゃん普通の生活してる時にですよ、はい、なメールが入ったから、はい、でおかんからやから何やろうと思ってパッと見たら、はい、ひらがなでね、はいお父さん行きました一人で行きましたお前もう抵抗を話したっていやもうそうややこしいメール送ってくなって怖い お父さんごめんって言うたいけなくてもして何十メール送ってくるねん当然親父ピンピンしてなんかいいと思う。なんかいいわ。なんかいいと思う。そうですね。もう最初、じゃあ聞いていただきたい。はい。私結構あのマッチ大好きってあのいろんなところでずっと言わせていただいてるんですけど、本当に
小さい頃本当に松さんのことが好きなもんで、そのなんていうの、好きっていう気持ちをどうやってその感情を表現したらいいかよく分からなくて、一回部屋でクラシックをかけて、マッチさんのポスターを抱いて踊ってたことがあるんですね。だって、そういう感じ。社交ダンス。おいくつぐらいの時に？10歳か11歳ぐらいの。で、やっぱりなんか他にちょっと愛情表現がうまくちょっと思いつかなかったんで、それで部屋で踊ってたんです。で、ちょうどその頃キャンディーキャンディーとかが流行ってたんで、そういう社交会シーンとか、そういうダンスシーンみたいなのがあったんで、好きな人とはダンスを踊るっていう、なんかそういうイメージあった。そうなんです。それで部屋で踊ってたんです。そしたら、たまたま、なんか私に用事があって、で、父が部屋をガチャって、はい、ガチャって来たら、娘がポスター抱いてくるくる踊ってるんで、わっと思ったんでしょうね。はい、で、まあ、それを子供のそのファン心理だと思って、こう整理してくれたら全然良かったんですけど、なんか、やっぱり、こう、女って、まあ、娘ですし、はい、このまま行って、大きくなって、芸能人と結婚したいと言い出したら、もう、本当に傷つくのは目に見えてるし、諦めさせなきゃいけないと思ったんでしょうね。はい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 、で、夜、その頃私、二段ベッドの上に寝てたんです。妹が下で、私、二段の上で。で、多分高さがちょうど良かったんだと思うんですけど、私が寝てるところに父がやってきて、こうやって耳元で、お前はマッチとは結婚できない。多分まあそうやって洗脳しようと、洗脳ある日バッと起きたら、ちょうどお前はマッチだっていうとこを見ちゃったんで、もうショックでわーって泣いたことで、その事件が発覚して、父が母にコテンパンに怒られた。これちょっと6年ぐらい前の話なんですけど、お正月の新宿のルミネ座吉本って結構みんなお酒飲んで1月1日とかやっちゃうんですよ。その6年前はホッシャンが日本酒を飲んでずっと、もうずっと飲んでなんか酔っ払ってるんですよ。で、1回目終わってまた1時間ぐらい合間ずっと飲んで、で、2回目のもう舞台なんかもうボロボロですよ。言うて全然面白ないんですよ。何言うてるか分かりませんし、ね、ほんで2回目終わってさ、帰ろかいうぐらいに、後輩の吉本新喜劇の後輩で、空手の師範代をやってるやつがおったんですよ。で、そしたらもうベロベロですから、もう絡んでいくわけですよ。で、言うて、その師範代に、ごめんなさい、話してバッお前来いや、来いや、やってんやろ、ほら、みたいな、いやいや、いいです、みたいな、いや、来い、言うとれろ、来い、言うてねえ、みたいな、ほんで、すみません、って言ってた。全然いてない、そんな全然いてない、師範代か、お前、うるおい、はい、言うてれろ、はい、言うて、それを30分ぐらいずっと言うとった。嫌な先輩な。ね、ほんで、30分後ぐらいに何を思ったか、おい、ちょ、蹴ってこいよ、おい、ここ、言うて、全然バンチなんて、いたらいいわ、言うて、おら言うて、ほんと蹴ってるんですよ。で、その後輩も、痛い、みたいな。もう、わかりました。強いです、みたいな。じゃあ、だけど、蹴ってこい、言ってくれんよ、お前は。まず、バーン行くんですよ。バーンなって、でっから、お前は、だから、わからないんだけど、蹴ってこい言って、バーン蹴り寄ったら、そいつ、その格闘家の血がバーン騒いだ。急に足を、バーン上げて、そこに落ちちゃった。ほんなら、急に落ちた。このまま、バーン倒れて。そんなうまく蹴るよ、お前。ほっさん、いびきかいてるし。で、うわー言うて、やばいよ、これ。救急車あんねー言うて。それで、パッとそいつ蹴ったやつ見たら、もう、こんななってるわけですよ。まだ行ったのか、ガッ、行ったのか、みたいな。おい、ちょっとやめとけ、と。お前、何してすんねん、言うて。ほんで、ほっさん、大丈夫か言うて、ほっさん、バーッと叩いてたら、ほっさん、言うて、起きて、何してんだ。ほんで、まあ、
ちゃん病院行こう言うてやってて、で僕もそれもう終わったからホワー思ってそのまま家帰ったんですよね。でもやっぱりその後輩のことが頭に来たんですよ、ちょっとやっぱりね。これ絶対言うたらなあかんなと思って、先輩の顔面を蹴って、あんなことしたらあかんと、これやっぱ言うとこ思って、僕そいつの電話番号知ってたら電話したんですよ。で、もしもし何々か、お前今日あかんやろ言ったら、あはい、みたいな。あはい、みたいな。いや違うわ、あれはあかんやんか、酔っ払ってても、それやったらかわしていったらええやんか、どっか行くとかなんかしてかわしたらええやんか。あ、プスプス。はい、みたいな。なんか乾いたね、麺すするみたいなこと聞こえた。お前、安らく出るのか。今俺が怒ってるのに安らく出なと。お前ほんま明日、ちょ覚えとけよ、言って。ほんで、僕切ったんですよ、こうやって。腹立つ、思って。で、次の日もルミネあったんで、出番が。俺言うたろう、思って。その7階なんですけど、行って、7階ピンって開いたんですよ。ほんで言うたろう、思って、パーって行ったら、その後輩、こんなやっておるんですよ。おはようございます、みたいな。こんなんですよ。謝る気ゼロや。で謝る気ゼロやし、格闘家やし、僕もおはようございます。あかんで。そもさんセッパっていうクイズ番組謎謎を解くね。そもさん言われて、でセッパーって言って、こう答えが分かったら、こう液晶パネルにタッチペンでこう答え書いて、セッパー、セッパーなら正解ならセッパー、これ間違ってたらタウアッケって言われるんですよ。っていうのが今やってるんですけど、今の枠じゃなくてもっと深い時にやってた時に俺呼ばれて、今より少人数で6人ぐらいでこうやるんですけど。でやってたら、経済評論家の勝間和代さんという方がね、出てはったんですよ。ね、ほんですっごいこう仕事をこう一生懸命こう真面目でしょうし、頭もねそれはもちろんすごいいいでしょうから、一生懸命その謎謎に取り組みはるんです。でまあある問題が出て全然分かんなかったです誰も。勝間さんが「私分かった!」つって書こうとしたら、なんか不具合で、ちょっとこれ書けないんだけど、ちょっとこれ書けないんだけどって、たまにあるじゃないですか、あのね液晶画面に書けないみたいな。スタッフさん入ってきやってパワワってやったら、まあ2、3分ですいません治りましたっていうのがまあごくごく普通じゃないですか。ちょっと書けないんだけどってスタッフさんすいませんって入ってきて、情緒やってるんですけど、5分ぐらいやっても治んないんですよ。でこれどうやらこれをこれごと倉庫にあるのと入れ替えなかった。ちょっと20-30分止めますと、すいません皆さん演者の皆さんたまりで前室でお待ちください言うて待ってたんです。まあそれぞれタレント同士とかマネージャーさんとこう喋ったりしながら、でも問題はなんとなくこう頭の中にあるんですよ。ほんなら30分もあればもう「あ分かった、あ分かった分かった分かった」ってみんなが鳴るんですよ。そりゃそうだ、ね。ほんで「すいませんお待たせしました、治りましたんでもう一度スタジオの方に」って入った、ほんなら演出の方が「すいません多分もう30分もあったんで、さっきのもね皆さんもうお分かりになられたと思うんで、違う新しい問題に変えていいですか?」って、もちろんお願いしますっつったら、そのカズマさんが絶対に嫌だからわかりました、私は分かったのに、最初に分かりましたから、すごいこう真面目な方やね、分かりはったからね、私は分かったんだから、これはこの問題をやらないと私それは納得できないってなったんですよ。ほんであすごいこう仕事に真摯に取り組む方ないなと思って、ほんで演出の方が「いやでも皆さん多分分かって、こう書くのの早いもん勝ちみたいになるんで、変えた方がいい、いや私はこの問題分かったんだから、うん、分かったっていうことを やらないとそれは納得できないってなったんで、その演出の方が「じゃあ同じ問題のままやらせてもらっていいですか?」って、もうここは「あ分かりました」っつって「じゃあほんまいきます321」問題出て、はい、出て赤とか書いて「先輩!」言ったら、
タウンウォーキング分かってるはずでしょ、たわけなのは。だから変えたかったんちゃいますか。そうやな、ね、そうやな、ね、気使ってくれる、まあ、真面目さがな、真面目なね、一生懸命やりある方なんで。すみません、ちょっと緊張して立って喋っていいですか。いや、全然喋れる、やりやすいようにやってください。はい、僕うちの会社の、はい、マスター岡田の、はい、マスター君が監督やってる野球チームのメンバーの一人なんです。わ、ほんで僕の役割というのは、まあ言うたら代打なんですけども、はい、ベンチで監督がいろんなことを言うんですよ、うん、若手には、うん、もっと脇を締めろとか、はい、それからスイングがもうちょっと力足りんとか、うん、でも監督が僕に言うのは、とにかく代打に出た時に、うん、2ストライクまでは絶対に振るなと、うん、こういうことしか言わんです、うん、ほんで僕が代打の役割でバット構えてバッターボックスに立ってます、はい、そうすると監督がサインを送るんです、はい、まあ普通サインと言いますと、ベルトにちょっと手当てたらバントとか、はい、で耳を触ったら盗塁せよとか、はい、で僕の場合はちょっと違ってまして、監督が首にクッと手を当てるんです。これはどういうサインかと言いますと、バッターボックスで首を振れと。で私は首を振れと言われた時には、うん、もうバッターボックスでバッター構えて、うん、必死になって振るんですよ。そうすると今までものすごいいいコントロールで放ってたピッチャーが急に乱れ出して、まあそうですよね、バッターがあんなに乱れてるんですからね、ピッチャーもっと乱れました。フォアボールで一塁まで歩いて、そしてピンチランナーで代わってお役御免と。すごい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 。もう何回も何回も振るんです。なるほどね。もうこれが僕の初めて。これ来年あたりプロから話来るかも。フォアボールのスペシャリスト。乱れ髪とヘルメット入れますよ。僕ちょっとプロレスがすごく好きなんですけど、大仁田敦史さんのことが当時高校生の時すごく好きだったんですよ。今は本当に軽蔑してるぐらいで全く好きじゃないんですけど、軽蔑って言ってないんですよ。どうかしてたんだと思ってた。だから本当に大仁田さんがリング上から水を口に含んでふわーっと吹き出すやつを本当に清水だと思って嬉しそうに浴びてたりしたんですよ。それぐらい大仁田選手のことがすごく好きで、高校生の時にうちの町に来まして、それでその当時ザ・シークっていうアラビアの怪人って言われる本当の悪役と対戦だったんですよ。それでまあそのシークっていうのはそのリン客席をもうこう徘徊してもう客を追いかけ回すんですよ。それで僕ももうね、大仁田さんの力にちょっとでもなりたくて、学生カバンでね、シークをね叩いてやろうと思って、シークをねこうブワーッと言ったらね空振りしまして、カバンの中に入ってた教科書とか全部ブワーッと出たんですよ。それでまあシークはもうそれを見てもうパッと向こう行っちゃったんですけど、僕それ恥ずかしい、みんなの前でこうやってもう教科書こうやって情けなくこう拾ってカバンにこうやって詰めてたら、リング上がすごいわーっと盛り上がったんですよ。何かなって見たら、ザ・シークが僕のコンパスで大仁田を血だるまにしてでももう今は全然性別してない。なんでだよ、好きでいいでしょ、かっこいいだろ、好きでいいです、好きでいいです。後輩に、はい、都内であのマッサージと催眠術が
一緒になったところがあります。怪しいなそれ。まあちょっと気になるね。ちょっと気になる。ちょっと気になる。で催眠術をかけてマッサージをしてくれるっていうお店があるんですよ。なので、めちゃめちゃ気になると。で、それどういうとこなんて。いや、まあ本当に一回コモさん行ってみたら分かりますと。ただ僕ちょっと一回トラウマがありまして、7、8年前にそのとある番組の特番で。催眠術王決定戦みたいなのがあって8人ぐらい出てきてトーナメント方式でどんどん催眠術をかけていくみたいな。で大体そういうのって芸人さんが結構呼ばれるんですよ。でまあいろんなこの予備催眠あって、で催眠術かけていきますみたいな。である人はちょっとあの金髪の結構振動と言われてるような催眠術の方が僕の方に来て、ちょっと君ちょっとやってくれるかって言って、でこの方の痛み消しますと。予備催眠も備えかけてないのにいきなり痛み消しますって言って、俺の頭の上にカバラ乗せてハンマーでガーンと叩いて、ヒッターってなってむちゃむちゃ痛くないから痛い、むちゃむちゃ痛いよ。でこういうようなトーナメントが続いてったら、もう最終準決勝ぐらいになったら巻きがかかったのか、もっと荒なってきて、おばちゃん一人出てきて俺刺して犬、もうこれでしかないんですよ。一瞬ピタッと止まるんですけど、もうワンしかもう言いようがなくて、だん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 膝ついてワンワンワンって言うてたんです。もうそのトラウマが俺激しすぎて、俺その催眠術とマッサージで、いや行ってもいいけどかからんでって俺、いやでも絶対行ってください、ほんまにすごいこと起きますからって言って行ったんですよ。でここですって場所住所聞いて、でピンポンって鳴らしてガチャッと開けたら、あーどうもいらっしゃいませっておばはん出てきたら、その犬って言ってたおばはん、うわーってなって俺、かからん、もう瞬間的に俺はもう無理と思ったけど、向こうは向こうで犬って言ったら俺がすぐ犬やったもんやから、俺は絶対かかるもんやと思ってて、うわ河本さんやんってなって、いやいやろ早くやろ最後ずつやろうやろうやろうってなってフルテンションで来るわけですよ。俺めっちゃ怖いわと思いながら、どうするの催眠術どういう風にかけられたいの、で催眠術にかけられる一番の要望っていうのは男性が女性になれたいっていう願望らしいんですよ。女性の気持ちになってみて催眠術を受けてそれマッサージすると女性の感覚で刺激が味わえるみたいな。そんなことあんのかみたいな。で僕は嫌ですと、僕はそれは嫌なんでってなった時に、ちょっと前にローラを異様なほど意識してたというか、まあ隣になる回数が結構多くて、ローラからものすごいええ匂いがしてて、あんまりローラのこと思ってないのにめっちゃ女やんって思ってもらったんですよ。だから思わずそのおばはんにローラでお願いしますって、ローラにしてくれって言うだけ、いやいやもうその方がもうそのローラになる、ローラに感じると、目の前にローラが来たように感じるから大丈夫ですと、ローラちゃん分かりましたって言って目つぶってください、で目つぶって10秒数える間にあなたが今まで会ったローラの服装、そして感じ、そして匂い、それを全て思い出してください、10秒後目はずっとつぶったままですよ、10秒後私がパンと叩いて目はつぶったままでいてください、そしたらあなたは必ずローラが目の前に現れます。10、9、ローラの匂い無理やと思うねえな、ローラの感じ、ローラの服装とかでいろいろバーッとやってて、3、2、1、パンってやったらそのおばはんが俺の耳元でローラだよ無理いや耳元でローラだよって言われた。でもこれ笑うと思ったら全部がおじゃんじゃん、金額も払ってます、オプションで催眠術もつけてるんですけど、これも何としてでもローラと思わなあかんと思って、僕は目つぶったままローラ来てくれたんだねって俺ずっと乗ったんです、もうほとんどかかってないです俺、ローラ来たんだね、来てくれたんだねって言ったら、そうだよそうだよローラ来たよってずっと言ってくれてでもこの感じどうやって言うてんやろうと思って薄目開けたらこうやってたんですよ これはもうこれはきつかったです。でもまあもう本当に12月いっぱい去年の12月いっぱいで終わったんですけど、これが駐車場のもう係員やってはんやったら車の構造も知っといてくださいということで、年配の方でね始まりかららしい
前回です。いやいやもうでももうほんまあの、最後僕はもう今からなんねんって言ったという話なんですけど。あるロケであのここのホテルの駐車場入れてください言って、女もうゲート開いてベテランと見える制服着た警備の方がこちらどうぞって、もうあの柵も何もないです。もうあの四角い地面に車の方が書いてるだけの、もう全然広いんですよ。でこう車こう前出して前出して斜めにちょっと行ってケツからこうこう行って、おら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 、もうここまで来た時に運転手がスタップ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 言いよるんですよ。何ですかー言って窓開けたら、まっすぐ入れてくださいって言うんですよ。今からなんねん出た今から、それしか考えられない構造上ね、もう行くわけないよ構造上。そうですね、だから前タイヤ曲がってんねんから、こう行くと思ってそりゃそうですね。なんやこのこれが何世に言う今からなんねん止めてね、駐車券、いやあの私がやりますって駐車券のとこずっとなんか待っとるんですけど、上から出てきてデコ当たっとる初めて初日やたこ焼きを帰りた時の話なんですけど、はい、まあお客さんはいてなかったところに僕は行ったんですけど、二十歳ぐらいの女の子と同着に着いたんです。あピタッて、うん、でパッてこう焼けてる分見ると、うん、もう500円分ぐらいがちょうどあるかなぐらいで感じやって、うん、一応同着やったんで、うん、あの女の子のその女の子やったんですけど、うん、女の子にどうしますっていう感じの目を合わしに行って、うん、っていう感じでパッてそっち見たんですけど、うん、こっち一切見んと500円分って言いよったんです。で、えってなって、うん、ほんで、まあ、そのなんか、店員さんの人が、ちょっと歯抜けてる人で、へい、500円分ね、っつって、こう、なんか、ばーっと作り出すんですよ。あれ、俺もう同着やったのに、いや、ほんまに、ほぼ同時やったんですよ。え、なんで俺の方聞けへんのと思って、うん、で、わーってなってたんですけど、もうなんかもう女の子は、なんかもう、なんか青のりいりませんとか、うん、なんかもうマヨネーズ抜いてくださいとか、うん、ソースもいりませんって、お前何が食べたいの思いながら、もうってなって、うん、で、その子は、まあ、それを買って帰ったんです、うん、で僕は今から焼くのを待たなあかんことになって、ほ、うんでそのちょっと歯抜けた人が、うん、え、お客様何個ですかって言うから、あの500円分でって言ったら、はい、ちょっと待ってくださいねって言ってこうやり出すんです、やり出したんですけど、奥からちょっと店長クラスの兄貴みたいなのがバーって来て、うん、お前謝ったんかこの人にっていう話になった。ほうほうほう。で何ですかって言うから、あのいや違うわな、お前見てたらお前同時に来てあったのにやな、二人に聞かんかいみたいな、うん、お前なんでもあっちやねんってごめんなさいねって僕に謝ってくれたんで、謝ってくれたら、いやもうそれ全然いいんで、うん、でお前もうええわ、もう引っ込んどけお前役遅いから言って、すいませんねって、そいつバーって帰ったんです。ほんで奥に入っていって、うん、ほんでね、もうほんまちょっと兄貴みたいなな感じのやつでバーってやりながら、ほんまね最近の赤いやつはボケ取るんすわみたいな、で僕はあそうですかとか、そうです、ね、あそう言われると僕もまあそうかな思ったりする時もあります。まあ、んでね、こんなもん何やかんやでね、もうあいつも使い物にならへんしね、若いやつのごめんねちょっとどうしますみたいなあってもおかしないっすか、ボケ取るわ言いながらむっちゃスピードで焼いてくれたんです、うん、ほんで最後クリ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 ってたこ焼きをバーって丸め出して、ちょっと引っ越しするじゃないですか、うん、こっちちょっと上げて、こっちをこうやって、ほんでこれバーってやり出した時になんかね、これプロの技かなと思ったんですけど、うん、めっちゃこう時間こうかけてやりはるんです、うん、で、あこれやっぱりこの間っていうのが美味しいたこ焼きの秘訣なんかなと思って、うん、僕もこうやって見てたんですけど、もう最後にはもうこのひっくり返すやつも置いてもって、うん、もうこうやって見てはるんですよ、こうやって、うん、で、あこの間が大事なんかなと思ったんですけど、うん、その日一番びっくりしたんですけど、その人が僕にパッて僕の方を向いて、うん、すいません僕たこ入れましたっけって言うんですよすいませんって思ってこれほんでシソッコ開けたら入ってるわ入ってたんやお前思ってたんだけどね、モノマネをやらせていただいてるんですけど、初めてたけしさんにお会いしたのがちょうど僕はひょうきん族の見学に行ったんですよ、うん、そしたら鶴太郎さんとたけしさんいらっしゃって、うん、鶴太郎さんが、うん、
たけさん、たけさんのね、モノマネがね、めっちゃくちゃうまいっすよ。松村ですけどね、モノマネがうまいんで、ちょっとね、たけさん、ちょっと見てやってくださいよ。つって、たけしさんの前で、モノマネをさせていただいたら、たけしさんが、俺ってな、俺ってそんな感じなのかって言うから、そうですよ。いやー俺って面白いなーって言ってたんですよ。それからずっとこれで武さんのモノマネやっていけんじゃないかなと思ってどんどん調子に乗って最近事故に遭う前のモノマネと事故に遭った後のちょっとモノマネもちょっとさせていただいてて、まずその事故に遭う前の武さんは、はい、それでは今週もですね、場所を張り切っていきたいと思いますけど、っていうのが事故に遭う前で、はい、事故に遭った後のモノマネっていうのが、はい、ちょうど東条英機を、武さんがこうやってる時に、はいはい、国山参謀総監の、あれはな、便所の戸と一緒だ、っていうやつをやったんですよ。それを、やってたんですよ。でも、ちょっとさっきまでそういうモノマネってやっぱりやっちゃいけないんじゃないかなってだんだんこう言ってるじゃないですか。やっちゃいけないことを僕やってるんじゃないかなと思ってたら、たけしさんが一回松村楽屋に来いと言われたんで、僕ちょっとなんか怖い、ちょっとどんどんどう思ってたら、おお松村、お前な、お前とかやってらしいな、お前ちょっと来いよお前よ松村、お前な、俺のモノマネやってるけど一つ言っていいか、右左は逆だぞって。竹さんに細かくモニター越しに、松村、モニターがこうなってるってことは本当はこっちなんだよって。どうしようか。まあ安心したとこやった。はい。警察したから。そうです。そうや。それなので言うと。これもちょっとじゃあ軽蔑してるしかないんですけど、これは軽蔑しやすいんですけど、うちの先輩の上島竜兵さんがいまして、あの人本当にお酒が大好きで、毎回もう泥酔して記憶がなくなるぐらい酔っちゃうんですよ。それで上島さんが行きつけのお店でボトルがキープしてあったんで、それを後輩と一緒に行って全部開けてやったんですよ。それでそのボトルにいたずら心で水をいっぱい、水でいっぱいにしてやったんですよ。そしたら後日上島さんとそのお店行った時に、その上島さんは水のボトルをまた注文頼んで、それグラスに入れて、それ水割りで飲むんで水で割って氷を入れてらっしゃるんですよ。だから冷たい水になっちゃって、まあちょっと匂いがついてるからなんですよね。こうやって飲んでも何も言わないんですよね。2時間ぐらいしたらベロベロになっちゃって、ちょっとこれ名前出すとちょっと浅草にいらなくなっちゃうんですけども、某浅草の師匠がいるんですね。やっぱり70前後のかなりご高齢の方で、でまあそのお年で漫才やるのもすごいことなんですけど、もっとすごいのが30年間同じネタなんです。毎日一字一句変わらないことをずっとこうやってらっしゃる、まあ一つのネタにすごいこうストイックというか、よく言えばそういう感じなんですけど、で袖でこう僕らこう若手がこう見てると、やっぱりもう毎日やってるんで覚えちゃうんですよね全部。こっちもね。はい。である時こう見てたら、片っぽの師匠がセリフを一個飛ばしちゃったんですよ。はしたら普通相方さんがそれにこうフォローするような形で辻褄合わせに行くじゃないですか。したら台本通り突っ込みまして、これボケとツッコミが一個ずつずれてったんですよ。だから今日は晴れてるね、それは自民党だろうみたいな、そういう漫才になっちゃって、わけわかんないことになって、で全然お客さんも受けなくなって、で舞台が終わって戻ってきた時に、その師匠が僕に、ねずちゃん気をつけろ、今日の客は厳しいぞって。先輩に、柳葉敏郎さんと相田翔さんがいるんですよ。でも伊勢海老入ってからだから20年以上の付き合いなんで、でこの前3人で飲むことがあったんですよ。あんまりないですよそういうことは。意外とね。で飲むことがあった時に、僕は20年以上その2人を見てきて、2人の生き様
だからウサギと亀に例えたんですね、はい、あの愚痴を言わずに弱音を吐かず苦しい時も歯を食いしばって一歩一歩歩くギバさんは亀だと、はい、でいろいろなとこにアンテナを張ってこぶと思ったら自分の感性で突っ走る少佐はウサギだと、はい、で物語のウサギと亀っていうのは、はい、ウサギが寝て亀が抜いて亀の勝ちだけど、はい、二人のウサギと亀は一足競争なんでしょうねって言ったの、はい、決まったと思って、はい、決まったね、あ僕でしたらカズマだ、はい、ギバさんがなんで俺が亀なんだいやだから言いましたよね、もう歯を食いしばっていやだからなんで俺が亀なんやって言うんですよ、いやだからって説明はいいんや、俺は亀が嫌なんだ、生き物で亀が嫌なんですって生き物の亀が大嫌いなんですよ、だから生き様は残しでいいと、で生き様残しでいいって言われたんだけど他の動物足りたのかなって時に一歩一歩の時にじゃあラクダでいいですかって言ったんですよ、ラクダもそうじゃないですか、愚痴も言わずに一歩一歩ってラクダでいいですかって言ったら、うん、ラクダかっつって嬉しそうに飲み始めた、よかったと思ってまた飲み始めたらガズマだ翔さんが近づいてきてなんで俺がウサギなんだいやだからと思ったら顔から突っ走る翔さんはウサギでしょ、揉めてます、だからなんで俺がウサギなんだって言うんですよ、いやだから今説明しました、説明はいいと、カズマだ、俺は生き物の中で一番カメが好きなんだよ、カメになりたいんですって、カメ、カブトムシのザリガニよりもカメが好きなんだよ、翔さんウサギじゃなくてカメにしろって言うんですね、じゃあ面倒くさいからもうじゃあ翔さんカメでいいですよ、だから整理しろって言うんですよ、だから生き様は残し、二人とも生き様は残しで、ギバさんはラクダ、ラクダでいいって言うんです、で、翔さんはカメ、いいですねっつって僕飲もうと思ったら、話をしろって言うんですね、翔さんが、じゃあ話をしろよ、あ、わかりました、あるところにラクダとカメがいました、2匹が競争することになりました、よーい、どんでラクダが走っていきました、で、ラクダってめっちゃタフじゃないですか、だから、ラクダはウサギのとも寝ることもなくいつまでも走っていき、カメは一生追いつきませんでしたったらふざけんじゃん、なんでカメが負けんじゃん、もう面倒くさい、これは面倒くさい、もちろんないや僕のお母さんなんですけど、はい、今63歳なんですけど、60還暦迎えてから、うん、ずっと思ってたことがあって、還暦からずっとね3年経った今坂東英二さんにめっちゃ似てきてるんですよ容姿も髪の質もその髪の量も、はい、シワの量も全てによって坂東英二さんに本当に着実に進んでいってるんですよ、はい、でそれを坂東英二さんにどうしても言いたくてお仕事させてもらった時に、はい、うちの勘がほんまに坂東さんに似てるんですよ、はい、もしよかったら今度ねなんか番組とかでバッと会えたらいいんですけどねとかつって、はい、僕はまあそういう感じで言ったんですけど坂東さんが本当にそれを思ってくれてて、はい、ある日僕坂東さんから電話がかかってきまして、はい、僕です坂東です、君の実家のバッグ教えてもらってええかなって急に来たんですよ、何ですか何ですか、うん、いやいや君のお母さんが似てるいうことでスケジュール開けて君のお母さんのとこまで行って二人でご飯食べよう思ってんでせやからバッグ教えてくれ、マジですか、おいやいやいいですけどおかん絶対びっくりしますよ、いやびっくりもさせたいんでお母さんには内緒で電話したいやちょっとバッグ教えてくれよいやそんなの信用せん、まあでも坂東さんが言うんでしたら僕じゃあはい言って、教えたんですよ、で30分ぐらいしたらおかんから電話がかかってきまして、大変や大変やいや僕はもう分かってるので、ああそういうことか、ああ、まあ、どないしたどないした、詐欺や詐欺や初めてかかってきた詐欺やどないしたどないしたどないしたずっとバンドですいやそれはバンドやろなと思って
で、まあ、もうちょっと乗ろうと思って、うん、そんなわけあるから、そんな、うん、しかも坂東でっていうような詐欺ないやないか、うん、いや違うね、嘘や嘘やって私が言うたらな、うん、僕です僕です坂東ですっていうのを何回も言うんや、うん、僕です詐欺や、僕です詐欺や、いやないね、詐欺ならぬ、あまりにも声が震えてたんでかわいそうやと思って、うん、ごめん実はこういうことでほんまの坂東英二さんで、おかんと食べたいんやって、ご飯食べたいから、んですぐお金送るから服買うて、うん、で、服買うて二人で会いに行けやって、ほんまやからな、信用指令でテレビとか入ってないんか、いや入ってないから大丈夫やでってちゃんと30分くらい説明して、んですぐまた僕折り返しバンドさん電話したんですよ、もうええ加減にしてくださいと、もうそんなおかんドキドキして、びっくりしてると、バンドさんに会いたいというよりも普通の事件に巻き込まれた声しか出せない、ちゃんと自分説明したんですか、バンドさんとかで、あごめんごめんごめんとかつって普通に喋ってたんですけど、ちょっと坂東さんにもいろいろ言いたいなと思って、なんか急におかんに電話してくるのもおかしいなと思ったので、その時期にちょっとね、荒れちゃいます坂東さんと、おかんが独身やって知ってて、もしかして坂東さんちょろっと狙ったりしてんちゃいますのって、これぐらいのトーンです、狙ったりしてんちゃいますのって僕のね答えとしては坂東さんからの、アホ言うなお前、ええ加減にせえこうことって言うのかなと思ったら、どれ俺それパターン知らんすよ、そのリアクションのパターン知らんよ、カーッとなって思って、おっさんって言うても、おっさんええ感じよそのリアクション、おっさんお前アホやろとかそんなん言うてくれよ、なおっさんって言うても、まあ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 、僕も失礼や思いましたけど、おっさんおっさんのやつええ加減にせんよバンドって言ったら、向こうの電話からエイジですって書かれて、それを知ってます、すごいバイタリティやな、ものすごい人、なんで自分とそっくりな人とそんなことしたの、自分とそっくりな人見たことないです、ちょっと人助けをやっぱ先陣切ってやった方がいいなって話なんですけど、東南口、新宿の東南口なんですけども、階段がこうありまして、でまあこうちょっと平らなとこがあって、もう一回階段があるんですよ、のがあるんですよ、ほんで僕はその下で広場になってるんで、まあ後輩と飯食おうと思って待ってたんですけど、そしたら上から一人もうどう見ても酔っ払いのおじさんがこうひょっこひょっこ歩いてきたんですよ、わちょっと下から見てても危ないなと思ったら、おじさんがもうちょっと降り出したら足を引っ掛けてダダダダッと階段をもう落ちていった、でもおじさん一生懸命そこ立て直したいんで、こう手すりがあるじゃないですか真ん中に、その手すりにこう一生懸命なってるんですよ、ほんでもう逆さになってるんです、このぐらいのもう頭下ですこうおじさんです、ほんでそれを見てた周りの人はわーっと思って、ほんで僕も下から助けようかなと思ったけど、周りの人がいち早くそのおじさんをこう助けて、ほんで真ん中まで運んでったんですよ、ほんでおじさん、あすみませんなんて言って、皆さん気をつけてくださいねって、そのおじさん、ほんでみんなバーって散らばって、ほんでおじさんちょっとこうってちょっとこう落ち着いてるんですよ、でもまたこれ降り出したら危ないなって僕はどっかで思ってたんですよ、そしたら案の定ですよ、ちょっと降り出したらまた足をコーンってなってダダダダって半分ぐらいまで行ったんですよ、ほんででもおじさんやっぱりさっき案の定こうですよ、もうこのままです状態が、もう頭下でうわーってなって、で僕助けようかなと思ったら、その階段の下からちょうどこう曲がってきた人がおじさん発見したんですよ、ほんでおじさん発見したと思っておじさんをこう救って、ほんでそこに歩いてるお兄ちゃんに、ちょっとお兄ちゃんちょっと手伝ってって言って、ほんでおいやすごい人助けするんだなと、僕今まであんまりいろんな人倒れててもなんかちょっと助けられないなと、なんか寝てんのかな酔っ払いかなと絡まれるのやだなとかいろいろ、あでもちゃんと助ける人いるんだなって思ってたら、そのおじさん一番上まで運ばれちゃったんですよ、一からやり直せ、おじさん違う違う下下下下もう頂上 2,3 段目ぐらいでおじさんが急に暴れ出して、ここじゃねえ、まあ本当にびっくりするというか、まあ人の押し引きってまあその人それぞれなんですけど、まあ本当にびっくりしすぎてこうなんていうんですかね、こうまあ私今まで付き合ってくれてプロポーズもされたけど来月からアメリカに行って3年帰ってけえへんねんとか、まあいうドラマのシーンがあったりとかしたら、彼氏の方でアメリカとかってなるじゃないですか、こうびっくりしすぎて半数してしまう。僕は結婚したての時本当にド貧乏で、ファミリーレストランで夜10時から3時アルバイトしてたんです、まあ、地面を磨くというかこのシャカシャカする、まあキッチンで、まあ、ハンバーグ作りながらもこう
磨いたりとかする、まあ、バイトしてたんですけども、ホールとウェイトレスさんたちと、まあ、キッチンというのは分かれてるんですけど、まあ、3時に終わるってなったら、そのゴミ袋を、まあ、5つか6つぐらいをこの全部新しいのに変えて、もう空っぽにしてから、それをまとめて、その、まあ、ファミレスさん2階ですから、2階のゴミ用のエレベーターみたいなのあるんですよ、うん、それにピンって乗せて閉めてエレベーターでゴミだけ下行かして、自分は降りてそこで開けて、でゴミ庫というところにゴミを入れる、それでやって帰れるみたいなことになるんですけど、で僕まあいつもの通りこう3時に、まあ、帰ろうかなと思ったら、まあ、あの夜のファミレスのウェイトレスさん、まあ、お昼も結構いらっしゃるんですけど、結構こうなんですかね、年配のウェイトレスさんっていうのは、まあ、あの地元とかのファミレスとかにはいらっしゃるじゃないですか、こうまあ注文して頼んだら向こうからお姉さん来たんかなと思ったら、若作りした、おばさまですねみたいなの結構あるんですけど、そういう感じの方がまあ働いてて、それが3時ちょうど僕と同じようにこの終わる時間なんです。その人とまあその休憩の時とかね、僕は全然喋らないんですけど、もう喋ってきたらもう全然一言も喋ってないのに、小籔っちはみたいな、まあこう昔バブルでこうお立ち台立ってました、でも今はまあ47になりました、子供も一人いてます、でもここで働いてます、あ小籔っちはどこ住んでんのみたいな、あっこうなんですよ、あそうなんや、私昔新地で店持っててみたいな、こう全然話聞かへんと喋ってくるタイプの、まあ若作りした、僕はどっちかというとあんま好きじゃない感じでも、僕電源オフにしてますから、もう全然あみたいな感じなんですけど、その人とは一緒やなって思ってたら、僕がこうゴミまとめたでこう入れた閉めようかなと思った時に、あ待って待って小籔ちみたいな、もうカツ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 、まあ一回ゴミのそのエレベーターが下行ってもたらまた上がるまで待たなあかんということですから、待って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 小籔ちみたいな、こうカツカツ来て、ああよかったみたいな、でこうボンボンって入れるんですよ。だまあ別に僕その人好きちゃうし、まあ恋心も抱いてるわけじゃないんですけど、まあ閉めてエレベーター下まで行って2人で降りてゴミ庫に本っていうのはちょっとちゃうなと思ったし、まあ後輩しても男やから、あ僕これあの同棲してるんで一緒にしておきますみたいな、いいのかやむちーみたいないやいやいや、もう本当にいや本当ありがとうめっちゃ嬉しいみたいな、47歳ぐらいの方がまあこう言うわけですね、黄色のこうミニスカートみたいな履いた感じで、こうで あ僕やっときますね大丈夫、本当ありがとう嬉しいみたいな、で僕まあ冬の2月ぐらいですかね、寒い中こう下行って、でまあいつもやったらまあ6個ぐらいのところがまあ10個ぐらいになる、全然いいし、もうポンポンポンって入れて、でこうカン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 とこう階段みたいなね、こう上がっていた時に背高いがこう見えてくるじゃないですか、こう地面が、ほんでこのまっすぐの向こうの右側が僕たちバイトが着替える部屋やったんですけど、カンカンカンってなった瞬間にそこの電気がパッて一瞬消えたんですよ。あれって思って消えた瞬間ドアパッて開いたら、私服のそのおばちゃんが出てきたんですよ。別に僕待ってほしいわけじゃないんですけど、なんかこれ任しといて先変えるっていうのもちょっとどうなんとか一瞬思ったんですよ。だからで待ってほしいわけじゃないし、その先帰ってくれてもいいんだけど、もし俺やったらちょっとこうせめてこの事務所に帰ってくるまでおってごめんねありがとう言うてから変えるタイプやけども、この人はもうカンカンカンパッガチャもうビトン持ってちょ派手な格好で来た、うーわ急いでるっていうことは俺が下で掘ってる間にも着替えて先帰ったら思ってたんじゃん。いや別にありがとうはもういらんけどとか思って、ほんで僕上がってきたから向こうもこう来るじゃないですか、でこう来て階段のところでこっち行くんですよ、その向こうは外やから、なんて言うんやろう、気まずいやろうな俺とおったら、向こうカン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 来て、お疲れまーす言うてバーって帰っていってますそこ押すと思って俺やったらバーってごめんお先に失礼しますとか言ってバーって行くじゃないですか、なんて言うんかな思ったら、お疲れまーす言うてバーって帰っていってます、お疲れまーすってなってみたいな、そうそれいらっしゃい魔法はまだいらっしゃいませーからのいらっしゃい魔法やけど、お疲れ魔法はもう境目荒すぎてよう押せたなっていう、ほんまお疲れ魔法やったらちょっとビビってお疲れ魔法みたいな、その連結部分がそんなスムーズじゃないから恥ずかしいし、お疲れ魔法みたいな言うとしてもそれをもうカンカンなんて言うから、お疲れ魔法一回言うねん、押せるお前が押しとんねん、絶対押さえてるみたいなごめんね、もうお酒に制しますって言うんかな、もうだお疲れ魔法今だにやっぱり思い出す夜中の3時半47のお疲れ魔法聞いてください、びっくりしました、
ごい押しです。押したな。溜まってたよな。